ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いいたします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が2017年式 E63S、 こちらをご紹介させていただきます。土方さん、はい、意外や意外、うん、E クラスの紹介が初めてっていう。意外ですよね、はい、もうやってそうな、はいはい、結構ドストライクなとこかなと思ったら意外に、はいはい、初めてご紹介させていただくっていう、はい、でもうちょっと改めて考えたんですけど、うん、ちょっとこう S と C の間にこう隠れて、うん、ちょっとこう僕勝手に思ってることですよ。なんかちょっと目立たない存在というか。そうですね、はい、いやそれはもうあの想像通りだと思います、はいはい、どっちかというともう S と C がちょっと目立ちすぎちゃって、うん、ちょっと一歩引いた、はい、なんか黒男好みな車感じするんですけど。そうですね、はいはい、ちょっとそんな車を今日ご紹介させていただきたいと思います、はいはい、でまずボディカラー、はい、これがなんかあんまり見ない感じの色ですけれども少ないですね、はい、ちょっと光で、はい、映り込みがちょっと普通のシルバーに見えちゃうかもしれないんですけど、はい、ダイヤモンドシルバーという通常のシルバーよりもブルーが強い、ちょっと青みがかった感じの。そうですね、青みがかってます、はい、そんなボディカラーです。そうですね、メタリックです。はい、で前回りから見ていくと、はい、前回り 63S、うん、なんで63のこう専用のバンパーと、はい、バンパーですね、はい、なってるんですね、うん、はい、でグリルなんかは、うん、いわゆるなパナメリカーナじゃないんですね。じゃないですね、まあ、この次からそれになる感じですね。そうです、はいはい、で一通りカメラだったりセンサーだったり、はいはいはい、ちょっとこう、ね、E セグメント要は5シリーズとか E クラスとかって、うん、なんかこう装備の部分に関してちょっとこうあやふやというか、うん、はい、C だとそれはついてなくて当たり前でしょみたいな、あーありますね。 S だといや当たり前、うんうん、E だとついてるのついてないのみたいな。確かに、はい、多分その辺結構多いと思うんで、はい、今回ちょっとその辺を重点的に、はいはい、で前回りまあ必要なものはちょっと追いついてて、うん、はい、下側これカーボンになってたりするんですか。そうです、これカーボンパッケージですね。あ、なるほど、はい、じゃあ外観至るところついてるのはそのパッケージでなってますね、はい、なるほど。そして、うん、横に回っていくと、はい、ホイールはもうなんか、うん、63系定番な感じの。そうですね、はいはい、センターロック風なデザインの、はい、はい、これは20インチですか。20インチです、はい、20インチなんですね、はいはい、そして今回の車はかなり車高もいい感じに、はいはい、バシッともうボンド東京の方で下げちゃったっていう、はい、そうです、今回下げました、はいはい、こうちょっとおとなしい外観でちょっとこう何ですかボテッとした感じにならないように。そうですね、はいはい、もうスタイリッシュな車高にするためにもう車高は下げた、はい、はい、でブレーキなんかはこれ赤いのは63S 標準なんですか。標準ですね。なんとかパッケージとかじゃないんですか。じゃないですね、これはね。なんか S クラスと S じゃない E63 だと、うん、あの、あ、 S だと赤くなる。 S だと赤いです。なるほど、はい、S クラスだとなんかダイナミックパッケージ、ダイナミックパッケージですね、にすると赤くなるんでしょうっけ。そうです、そうですよね、うん、E だとじゃあもうこの赤いブレーキが S の証なんですよ。なるほど、はい、で今回デズラもなんかバッチリになっちゃってますけど、はい、はい、車高を下げて、そうですね、はい、ホイールが内側に入ってしまうように見えるので、はい、スペーサーで調整をしております。割とバチバチになっております。そうですね、いい感じだと思います、はい、いい感じです、はいはい、で横のこの辺もカーボンパッケージのパーツなんですかね、うん、そうです。なるほど、はい、で V8、うん、ターボのエンブレムと、はい、でフォーマチックなんで4駆なんですね。そうです、4駆です。なるほど、これ漏れなく4駆になる感じ、うん、漏れなく4駆ですね。でなんか調べたらなんか50対50からマックス0100までの、はいはい、もう FR にもできちゃう。そうです、はい、で内装でもちょっと見たいんですけど、はい、なんかドリフトモードもついてるんですか。そうですね、はいはい、だからなんかこうハイパワーなセダンというよりかはもうなんかもう中身スポーツカーみたいな。そうですね、はい、結構過激な車なんですよ、うん、63シリーズではもしかすると、はい、この格好に似合わずスペックは一番ものすごいかなっていう気はしますけどね。みたいですね、なんか僕もその片具スペックだけは確認してきたんですけど、はい、E クラスがなんか一番パワーが出てますよね。なんか GT4 ドアの方がまあ出てるんですけど、うん、はい、セダン系ではもう最強の車になるんですかね。はい、なるほど、うん、はい、でミラーなんかも全部カーボンになってて、はいはい、なんかポイントを押さえてますよね、うん、もうなんかリップの下部分と、そうですね、フェンダーとミラーと、うん、はい、でこのサイドスカートのこの辺もカーボンで、はいはい、ふんだんにカーボンが使われております。はい、はい、でルーフなんかはこれ全部ガラスになるんですか、うん、そうです。前だけはあれですか、普通のパネルなんですか、うん、ここは確かね樹脂だったかな。あ、でも鉄板だったかな、なんか、はい、こっちはガラスですよ。そうです、こっちはガラスです。なるほど、はい、はい、うん、で窓枠なんか意外に黒くなってたりしないんですね。そうなんですよ、はい、
意外になんかクロームのパーツというかこの至る所に結構ありますよね、残ってるんですね。はい、で後ろに行くとこれ日本仕様だからですかね、これモールがついちゃってる。そうだと思いますね。なるほど。でリアも同様にバチバチのデザインになっております。はい、そうですね。はい、でリアのブレーキも当然バック、うん、はい、リアこれ片押しなんですね。片押しです。なるほど。はい、で後ろに回ってると、うん、後ろなんかもう S も C も E もなんかこう共通性を持たせた、そうですね、はい、デザインのテールランプになっております。でこの辺もカーボンなんですね。カーボンです。じゃあもうなんか後からやろうとするようなところはもう全部カーボンになってますね。はい、なってます。はい、でトランクのスポイラーなんかも、うん、ちょっと車外じゃないのっていうぐらいちょっとこう、うん、エッジの効いたデザインの。そうなんですよ。なんかあの従来の純正品に比べて、はい、結構立ち上がりの角度がきついっていうか。ですよね。はい、もうちょっと背低くてもいいぐらいですよね純正だったら、ね、って思いますけどね。はい、で当然 S のエンブレムがついてて、 S がつくのが一番上が E までなんですか。うん、S63S ってないですよね。ないです。ないです。ないですよね。はい、C63S とか、はい、E63S、 そうですね、 E までですよね。そうですね。なるほど。うん、こんな感じでしょうか。はい、で、まあ、マフラーなんかも当然 AMG の刻印入りの、はい、うん、カッターですね。カッターです。はい、はい、ついてると。うん、はい、もうだから外観はなんかふんだんにカーボンが使われてて、はいはい、もう AMG らしさがこう全体ににじみ出てるような。そうですね。はい、うん、そんな車になっております。はい、ちょっとでもこうお手本というかもう、うん、優等生すぎるところがちょっと僕あるかなと思ったんですけど。なんかそうですね、悪い言い方すると、はい、C と S に挟まれて半端になっちゃうんですよ。あ、ただ知ってる人は知ってるので、はい、いい車だっていうの、はい、だからうちで E クラス E63 を置いておくと、はい、もう間違いなく売れますね。あ、なるほど。変な言い方ですけど、はい、欲しい方ってやっぱり必ず言いますね。はい、E シリーズ、E クラスは、はい、必ず欲しい。ちょっと C とか S みたいな分かりやすさがないですよね。なんか意外とないですね。はい、C ってなんかあのちっちゃいボディにこう主張するパーツがついてすごい馬力でみたいな、はい、S ってやっぱりこうそれに豪華さがついてくるんで、うん、こう ある程度こう分かりやすさがあるんですけど、はい、E ってこうなんかちょっとこう黒男好みな感じしますよ ね、 すね。確かに。で外観もなんかそんなにこう、うん、ちょっとこう突出したところが、はい、ないく見えますよね。に見えちゃいますよ、ね、見えます。ただ中身がこれすごい。すごいですね。はい、ちょっとその辺も、うん、見ていきたいと思います。じゃあ内装、はい、ドレスアップ車両の買取もお任せください。欧州車の買取はボンドカーズ。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で開ける前になんですけど、これ E はついてないんですね。これソフトクローズ。ソフトクローズないですよ、はい、E クラス。この辺がなんかこうちょっとあやふやな、はいはい、感じなんですね。はい、これ5シリーズとかだと、うん、M5 とかだとついてたり。ついてますね。ちょうどその辺がついてたりついてなかったりするのが、はい、まあ、いいセグメントかなって。中これめっちゃかっこいいですね。うん、はい、かっこいいですよ中。もう黒で統一された、はいはい、ただちゃんとこう背もたれに AMG の、うん、はい、エンブレムがついてたり、はい、パイピングがグレーになってたりとか、うん、はい、でこれヘッドレストもエンボスが入ってるんですか。入ってますね。へー、うん、なるほど。でドアも、はいはい、ちゃんと全部レザーっていう、うん、はい、これ全部、あ、この外側だけあれですか。これもレザーですか。これビニールですよ。これビニールだと思いますね。はい、でこの辺は全部レザーで、そうですね、グレーのステッチで。そうです。はい、うん、で他の AMG と共通のこのカーボンの、はいはい、あれこれインテリアもなんかカーボンのパッケージ。そうです。あ、そうなんですか。はい、なるほど、うん。そんな内装になっております。でスピーカーも、はい、ウルメスター。ウルメスター。はい、あとシートヒーターと、はい、ベンチレーション。あ、ベンチレーションも当然のようにも。もうさすがというかもう当たり前ですよね。もうここまで来るとね。そうですね。多分、はい、でここも分かります？土これ。ああ、これ反対側の助手側のやつがこれで操作できる。そうですそうです。ああ、これついてるんですね。ついてます。え、はい、E クラス。だからもしかするとメーカーの位置づけって、はいはい、C に近いというよりも S に近いんでしょうね、感覚は。あ、はい、昔今は最近ないですかね。はい、昔のヨーロッパとか、はい、中国で。E クラスベースのリムジンとかありましたもんね。え、そうなんですか。そうなんですよ。ね、カメラマンさん、うんうんっていう。はい。あ、そうなんですね。だから意外とコンパクトなんですけど、鉱石のユーティリティというんですかね、使い勝手も考えているので、なんとなく雰囲気は S クラス寄りというんですか。
そうなん、そういう感じを随所に見受けられます、はい、この辺がちょっと謎なんですよね。 C クラスだともう絶対ついてないし、そうです、ね、S だと当然ついてるんですけど、はい、E クラスはなんと今回ついてると、うん、そうですね。じゃ結構便利に使えます、ね、結構便利だと思います、うん、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います、はい、で今回のお車はマットがちょっとまだ間に合ってないと、はいはい、これはじゃあ新品を、もちろん新品で、はい、あの欠品中なんでしたっけ、そうです、はいはい、ということであの車両代金にマット、新品マット含まれてますんで今回はちょっとないんで、はい、代わりにペーパーのマットを、はい、引いてありますけれども、はい、もう内装はもう安定の、はい、安定ですね、安定の E クラスですね、はい、もう間違いないです。他のセダンシリーズともう共通性のある、うん、はい、そうですね、はい、インテリアと、はい、スイッチ類と、はいはい、ステアリングもちょっと若干 D シェイプな感じで、はい、すごくスポーティーです、はいはい、で握るところだけアルカンターラになってて、うん、グレーのセンターマーキングが、うん、はい、これ C なんかと割と近いですね、近いですよね、形とか、はいはい、でパドルもちゃんとついてて、はいはい、でこの辺全部ついてます、うん、はい、でメーターはもうこのフル液晶の、はいはい、ナビとつながった大きいのがついております、うん、はいはい、ちょっとオンにしてみましょうか、はいはい、あーこのオンのこのボタンいいですね、うん、はいはい、でメーターはこんな感じのもう定番の、はい、でナビでっかいですね、これナビでかいですね、これがいいですよね、新しいメロ、いいね、はい、S クラスと共通で、はい、うん、でこれって装備的にはやっぱり S に近いんですか。近いですね、当然安全装備は全てついております、はい、アシスト装備ですね、この辺もしっかり全部ついてて、はい、はい、うん、あー、はい、なんですか、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドアップディスプレイもついてます、はい、しっかりついてると、はい、なるほど、うん、でこの辺エアコン周りは、はい、はい、あでやっぱり IWC なんですか。そうなんですよ、はい、もうなんか C43 でちょっと発言をしてしまって大変申し訳ない感じなんですけど、はい、はい、今回はついてると、はい、はい、コンプリートの証です、はいはい、でこの辺もしっかり全部カーボンなんですね、はい、で MG の、はい、エンブレムも入ってて、はいはい、ドリンクホルダーもしっかり、うん、しっかりとついております。この辺も全部共通性ありますもんね、あります、 C も S もそうなんですよ、はい、うん、非常に使いやすいです、いいそうですね、はい、使い勝手もいいの でセンターコンソールも、はいはい、割と容量ありますね、うん、はい、で USB2 系統と SD と、はい、もうこの辺はもう本当にさすがっていう感じです、はいはい、でダッシュボードも全部レザーで、はいはい、いい感じです、うん、はい、でこのパネルも全部つながってるんで本当高級感もあるし統一感が、はいはい、ね、あります、うん、はい、で屋根は普通の黒いファブリックなんですね、はい、そうですね、でサンルーフはこのふかふかのタイプのこの何ていうんですか、ソフトタイプのシェードがついてる、シェードがついてるんです、うん、あっけんなとじゃないかしら、こっちですか、はい、ああなるほど、うん、はい、ちょっと前と後ろが同時にシェードが、ああそうなんですね、そうです、後ろも同時に、はい、で当然開けるのも、うん、はい、はい、チルトしてからスライド、うん、アウタースライド、ああいいですね、はい、はい、うん、バッチリです、はい、はい、ただちょっとお前そういうこと言うようになっちゃったのかよって言われちゃうかもしれないですけど、はい、バイザーがちょっとこう何わかります、わかりますよ、はいはい、ちょっとビニールのそうですね、はい、ちょっと残念な感じは、そうですね、これこのこれと同じファブリックにしてほしかったですね、そうですね、はい、どうせだったら、はい、なるほど、でシートはこれ意外や意外、はい、あれなんですね、これアルカンとパンチングのコンビなんですね、うん、そうですね、外側というかはい、この部分だけアルカンなんですね、うん、そうなんですよ、なるほど、うん、でこれあれですか、モコモコって出てくるやつですか、出てあれ出てこないかな出てくるか、あ出てくるやつ、ちょっと一回なんかそれオプションなんですよね、あった、 ありました、うん、はい、で今回の車はダイナミックシートがついてる、ついてますね、こうダイナミックシートのこのモコモコっていうのが出てくるタイプ、出てきますね、僕これ結構好きなんですけど、僕も好きなんですよ、はいはい、結構こう横 G がかかってた時にこう支えてくれるんで、はいはい、あ、ね、調整できるんですね、それってあできますよ、強さを、へー、はい、1、2、あとオフですね、なるほど、はい、初めて知りました、あ、そうなんですね、はい、であとは、はい、ランバー、
はい、この調整までいきます。はい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 、はい、リラクゼーションって何ですか。リラクゼーションマッサージですね。え、マッサージついてるんですか。はい、あ、そうなんですね。はい、すごくないですか、これ。すごいです、うん、え、あ、そうか、シートヒーターもついてるからホットリラクゼーションとか。はい、すごいです。アクティブワークアウト。え、なんですかそれ。なんかクッションが何ですか、これ。シートの加圧位置。あ、あ、え、僕の方しないですよ。やってあげようか。はい、お願いします。ワークアウトだから、はい、エコノミー消耗分解消。あー、そういうことなんだ、うん、すげえ。え、僕もちょっと体感させてください。はい、はい、はい、お願いします。カメラでした。あー、来た、来ました。はい、あのお尻の下はこう、こう来ますね。そう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 、はい、わおわお。メルセデスなんでこう壺押しタイプな感じですね。そうですね、はい、はい、こう部分的にこう2箇所ぐらいこうお尻の下が押される感じ。はい、あ、これいいですね、気持ちいいですね。あ、ついてるんですねこれ。はい、E63 だとね、すごいですねこれね、いろんな設定ができます。いやー、いいっす。はい、これ全くカメラじゃ伝わらないですけど最高です。はい、はいはい、いやでもマッサージ系はこれ長距離運転するとき本当いいですよね。いや本当欲しいですね、はい、うーっていうのがないんで。そうですね、うん、いやこれいいなぁ。もともと結構メルセデスのシートってこう優秀じゃないですか。そうですね、僕すごく優秀だと思うんですけど、はい、硬すぎず柔らかすぎず。そうですね、はい、うん、こんなシートになっております。はい、メーター周りって確かにあんまりふわっとしか触れてないですね、うん、これはほら今回はいろんな設定ができるから、はい、ビジュアル的にも相当違うんで、はい、パフォーマンス、うん、はい、出したりとか。そうです。あとはメーターの、そう、表示自体も全部変えられる。なるほど、うん、で E63 ってエアサスなんですよね、うん、はい、当然足回りの設定なんかも全部できると、はい、はい、でもなんかコンフォートでもまあまあ硬いっていう。まあまあ硬いですね。どちらかというとだからなんかスポーツテイストがこう、うん、そう、ふんだんにこう、うん、取り入れられてる車なんですよね。そうですね、結構こう引き締められてる感じなんで、はい、圧高めで。馬力もだってエンジンルームでちょっと多分お話しすると思いますけど600馬力オーバーって、はい、なんかターボ S より馬力が出てるんですか、はい、ポルシェの。そうですね、はい、うん、セダンでそれっていうすごいです、はい、あとは、ナビも当然、はい、あ、間違えた、うん、出したりとか。はい、あ、抜きだけですかこれ。そうです、ここだと抜きだけなんですよ、はいはい、あ、そうなんですね、はい、こんな感じでしょうか、アシスト関係、うん、はい、何でしたっけこれ、ん、ついてくるやつ何でしたっけ。はい、ディストロニック。あ、ディストロニック、はい、レーダースクルーズですね、はい、ディストロニック、うん、え、こんなエコ表示とかもあるんですか。 あります。もうエコと無縁の車の気がするんだけど、うん、確かに。確かこれ V4 になるんですよ。うん、そう。え、そうなんすか、うん、エコモードだと。え、4発死ぬので、こういうのもほら、あ、そうなんすか、はい、え、こんなのもできるんすか。できます、できます。だから これをあの、ね、せっかく動画撮ってるんでこう、あ、確かに見ていただきたいんですよ。これはもう本当、あ、こんなことできる。あ、なるほど、はい、こう意外と便利じゃん。ちょっと見やすいかどうか別にして。いや本当でもおしゃれですね。うん、だと思いますよ、はい、だから最近も当然そうですけど、はい、アウディなんかもそうですけど、はい、みんな出るようになってるじゃないですか。そしたらこっちはメディアを出してれば全然いいですし。あ、なるほどなるほどなるほど。助手席の方がテレビ見たいのに、はい、でも運転してる方はナビ見たいってなった場合ですね、はいはいはい、ヘッドアップディスプレイもこの速度表示、僕もうめちゃめちゃアナログなんで、こう制限速度っていうのも、うん、ドイツに行って初めて知ったんですよ、うん、言ってる意味わかります。わかりません。そう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 。ああ、制限速度を見てるってこと。そうそう、車がね。そうそうそう、はいはいはい、はい、うん、制限速度っていうかその看板の標識の標識を見てるんですよ、うん、はい、それドイツでレンタカー借りて初めて知ったんですよ、うん、あら、はい、そんな車今まで乗ってこなかったんで。あ、そうですか、はい、そしたらカメラマンに、いや今日本でも出ますよって言われて、はい、そうです、はい、確かに。そうするとここあれ何キロだっけとかっていうのはないっていう、うん、はい、そうなんですよ、はい、そのぐらいアナログで何も知らないっていう、はいはい、困りますね、はいはい、いやもう全部ついてますね。ついてます。え、これもついてるんですか。はい、え、それってごめんなさい、 C クラスってついてます。あ、 C もついてるんですか。オプションでついてますよ。オプションで。そうなんですか、はい、
それはじゃあもうなんかセグメント関係なく、うん、メルセデスの選べますオプションで、はい、あそうなんですね。そうなんですよ。で今回の車もバッチリついてると、はい、はい、中身は買ってくださいって感じですね。そうです、はい、はい、なるほど、びっくり、うん、ちょっとじゃあ後ろの席も見てみたいと思います。後ろも、あ後ろも前に習って、まあ当たり前ですけどっていうか、うん、すいません今気づいたんですけど、これシートベルトシルバーなんですね、はい、そうです。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。あれ前もっすよね。あ前もだ。そうです今気がつくっていう、はい、シルバーのパイピングと、はい、はい、シルバーのシートベルトで後ろはシートヒーターだけ。そうですね、はい、はい、シートヒーターのみになってます、はい。まあ、それそうですよね。後ろベンチレーションついてる車ってそうそうないですよね。あまりないですよね。ですよね。高級車でも少ないですね。ちょっと乗ってみたいと思います。いや、いい感じです。はい、あれこれ E クラスってここも柔らかいんですね。柔らかいですね、はい、このシート、はい、うん、だいたいなんかこう座面だけ、そう、前より柔らかく作ってあるじゃないですか。ですね、はい、うん、しっかりこっちも柔らかい、うん、でスペース的には僕のあの座高マックスシート前気味なんで割とゆったりです。はい、はい、なるほど。全然ゆったりですよ。あれ僕の足が短いからそういうことじゃないですか。じゃないと思いますよ、はい、でもあの普通に広さは十分あると思いますね。結構広いですよね、うん、はい、そして、うん、はい、アームレストも、はい、小物入れと、うん、はい、あドリンクホルダーもついてて、はい、はい、でエアコンは、うん、はい、こちらで風量と温度も調整できます。構造音とかにはなってないんですね。なってないですね。なるほど、はい、あで灰皿と、はい、はい、ついてると、うん、はい、なるほど。そんなにじゃあリアはめちゃくちゃこう豪華な感じではないですけど。感じではないですね、はい、うん、まあ、しっかり必要なものはついてて、はい、はい、割とゆったりしてるって感じですね、うん、はい、まあ、パノラマなんで開放感がね大きいですね。確かに確かに、はい、うん、バニティがついてますとかなんか、はい、後ろなんかこうこの辺豪華になってますとかっていう感じではないですね。はい、そこまでではないですね。シートベルトいいっすねこれ。かっこいいですよね。かっこいいですよ、うん、また赤とかじゃないところが憎い感じのね、なんか、はい、通好みでいいと思いますね。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、はい、これもついてるんですか。ついてます。あ、なるほど、はい、うん、あじゃあこの辺はもうしっかり、はい、はい、当然のようについてると。そうですね、はい、あちょっとやってみます一回。やってみましょう、はい、はい、ついてますってついてなかったら、うん、大笑いなんで。でも最近の車ってこう、はい、だいたいついてますよ。だいたいついてます。あとはなんかその感度の問題で。そうですね、はい、百発百中の車と、はい、はい、ああ、いいですねこの感度。バッチリのやつです。バッチリですね、はい、はい、でトランクは割とっていうかだいぶ広いですね。いや広いと思います。奥行きも500、うん、なんかもう普通に、うん、いくつだか540だか3だか30だか、はい、はい、なんかミドルクラスの SUV 並みのトランク容量というか、うん、はい、なるほど、確かに、はい、で意外にこっちから倒せるんですね。はい、倒せます。しっかり倒せる、はい、これなんですか。あれですよ、例の、はい、例のがついてると。そうです、はい、でゴルフバッグも余裕で、もう余裕で入りますね、はい、入っちゃう感じです、はい、うん、あでコンテナも。そうです、はい、うん、ついてコンテナもついてます、はい、その下エアサスのタンクかなんかですよね。そうですね、はい、じゃあもう割と本当にめちゃくちゃ、まあ、E クラスが当たり前ですけど、うん、もう優秀なセダン、はい、そうですね、はい、当然ですね。はい、じゃあ続いてちょっとボンネット見てみたいと思います。はい、はい、わー、でエンジンが V8 4リッター、はい、そうです、はい、けど馬力がなんかすごいことになって600馬力ぐらい出てるっていう、はい、すごいですよね、はい、とてつもない、はい、モンスターマシンでございます、うん、だから0-100 3秒台 3.4 秒ですね、はい、3.4 秒、はい、はい、そんな速かったんですか。そうっす、へー、確か 3.4 秒とか。それ相当速いですね、はい、とてつもない、はあ、で、なんだっけな、普通の E クラスよりだいぶ重いんですよね。だいぶ重いです。はい、結局それエンジンとなんか四駆のシステムで、四駆が重いですねやっぱり、はい、はい、ただそれをもろともしない、関係ないですね、はい、もう600馬力までとてつもない加速をしていくっていうそれでも E クラスってやっぱりそのポジション的にそういう風にしてあるんですかね。何、いや S クラスってやっぱりこうどこまで行っても高級車だから、はい、あんまりこう突出したこう極端なエンジン性能しないじゃないですか。そうですね。で C クラスだとやっぱりボディが C クラスなんで、はい、うん、あんまりこう
同じようにこう、うん、とてつもないパワーにしても、うん、はい、受け止められるかっていうとまたそうですね、はい、キャラクターね、あの、なんていうの、明確に分けてますよね、メルセデスはね、はいはい、だからそういった意味では一番突出してるのかもしれないです。ファミリーユースでも、ハンドル握って飛ばす方も楽しめるし、どちらでも対応完璧にできるような内容なんでしょうね、うん、まあ、当然ここまでのパワーなんで四駆じゃないと受け止められないですから、うん、そうですね、はい、でなんとびっくり、うん、ドリフトモードもついてるっていう、ついてますね、はい、やってみ、あ、いいですか、ドリフトモード、やってみますよ、出してみます、うん、ダメです、え、ダメです、ダメなんですか、はい、だからもう休日にお父さんがサーキット行ってぶん回そうと思えばぶん回せちゃうっていう、そうなんですよ、はい、だからもうオンオフでもう、はい、究極のオンオフが、いや、すごいですよね、うん、これ、はい、昔のやつってなんかそのダンパーのこのボタンを押すとさらにグイーン、あ、これだ、あ、そうかもしれないね、それで出る、ダンパーが伸びる、こっちは行かないです、こっちはない、そっちないです、グイって、これで上がらない、うん、あ、行った行った、おお、怖い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 、これでどっかでカッチンって、あ、そうそうそう、え、現行っていうか今時のやつもこう90度も上がるんですか、あ、なるなる、ただこれ初めてやったけど俺、へえ、じゃあこれなんかあれだね、サービス用でこう上げるんだね、消すだけね、さっきのやつはね、なんか上がろうとしてたもんね、昔のメルセデスって言ったらなんか90度まで上がります、うん、それ受け継いでるんですね、うん、多分、あ、そうなんだ、なんかそのエンジンをこう上から出したり入れたりとか、そうそうそう、吊り上げてね、ですよね、うん、けど今の車ってこう下のそのホースメントにくっつけてそのままガチャって組み立てちゃうから、うん、あんまりそう、そう、できる必要ない、上からはねって言われてるもんね、メルセデスできるんですね、うん、でもさ、あれなんじゃない、実際にさ、エンジン下ろすなんてシチュエーションはそうそうないけど、土地メカニックやったから分かると思うけど、四駆の車って大変じゃない、そうですね、うん、下から作業っていうと、そう、めちゃめちゃ大変ですよね、はい、そんなのも考慮しつつ、いまだにこういうものを引き継いでるんですかね、確かに、でも45度っていうかその普通の角度よりかは全然整備性いいですよね、楽だよね、はい、普通に横から全部アクセスこうやってできるから、確かに、うん、めちゃめちゃ考えられてますね、ね、うん、いや、びっくりです、ついてるんですね、ついてますね、はあ、はい、じゃあ今回エアサス車ってことなんで、ちょっと車高の上げ下げも見てみたいと思います。上がった、だいぶ上がりましたね、これ今全開上がってる状態ですか、そう、指3本分ぐらいは、はい、割とどこでも行けちゃうぐらいには、うん、はい、上がってますね、これ今下がりきった状態ですかね、はい、はい、ちょうど指1本分ぐらいですかね、はい、こんな感じでございます。じゃあ続いて転倒周りちょっと見てみたいと思います。これが今スモールですかね、スモールです、基本でもオートなんですけどね、フルオート、基本はフルオートなんで、はい、全部オートでついちゃうんで、はい、まあ、スモールがこの上チューブと、はい、若干青くこう上が光る感じですかね、そしてロービームが、プロジェクターが、でハイビームはそのままプロジェクターが上に持ち上がる感じです、ね、でウインカーはこの内側とミラーの外側です、ありがとうございます。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。リアはスモールがこの2段が光る感じでしょうか、そしてブレーキはこのそれぞれ上側とハイマウントですね、そしてバックは内側が、そしてウインカーはこの下の LED です、ね、でバックフォグは運転席側下側 LED が3つ光る感じです、ありがとうございます。じゃあマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います、お願いします。
ありがとうございます。あのちょっと喋っていいですか。何でしょうか。スポーツモードと通常のモード、はい、それぞれのバルブのオンオフで違うんですよ。で今4通り今音が出たんですけど、分かりました。あ、そうなんですか、はい、オンオフだけじゃなくて半開きがあるという。そう、スポーツ、こっちの方をスポーツプラスモードにするとさっきみたいに最初見てバリバリ割れている音。あ、で最初バリバリ割れてたけど小さめの音で、はい、2回目はうるさい音で、最後に今やったのがコンフォートモードのバルブの閉じる音と開く音という4つ。そんなに細かくできるんですね。できるんですよ。だからバルブ2つあるんだよね、太鼓の方とあとこっち側って確か2個ある。あ、そうかもしれないです、ね、確かベンツでね、だ両方開くか片方だけか、確か違った気がする。バチバチってバルブ関係なくガスの方に噴射するだけだから。はいはい、それって最近なんかメーカーがやってるんですよね、うん、わざと。そう、わざと、うん、なんかそのスポーツテイストのところを演出するために、うん、そうですね、パンパンやってるんですよ、はい、ちょっとやりすぎ感はありますけどね、最近のやつは。じゃあもうオンオフじゃなくてもうちょうどいいところで使い分けるっていうのもできるんですか。そうですね、はい、もう優秀すぎます。優秀すぎますね、はいはい、カメラマンは今回あの E セグメントをちょっとストライクゾーンなんで。そうですね、はいはい、すごく興味津々な回だったっていう、はいはい、でも僕的にもすごく今回勉強になりました。そうですか、はい、やっぱり E セグメントってものすごくこうキャラクターが分かれてるんだなっていうのが。そうですね、はい、メーカーで本当にこう全然違う。全然違いますね。違いますよね、はい、作り方とか考え方が、はい、うん、S クラスとか7シリーズとかってやっぱりこう豪華な方。そうですね、はい、あわよくばこう走りもっていう感じですけど、はい、うん、もうこの辺は全然違いますね、うん、どっちに来るか、迷いますね。じゃあ迷いますね、買う方も。そうですね、はい、で E63S こちらはもうちょっとその走りと、うん、そうですね、はい、メルセデスのその豪華装備というよりかこう安全性とかこう、うん、機能性の。そうです、はい、そういう感じの、うん、はい、そんなお車でしたけど、はいはい、毎回聞いてるんですけど、うん、これもし触るとすれば、うん、はい、まあ、ちょっとなんかもうちょっとねこう、はい、ホイールもちょっと触りたいですね、ま、そうですね、やりたいし、はい、だから僕はあのこのボディカラーなんで一層のことをあのステルスフィルム貼ってマット全部マットにしちゃいたいなみたいな。ちょっとこう渋い、はい、そうなんですよっていう感じがしますね。あとはブラックアウトも、はい、うん、車スペックもとてつもないですから、もうちょっと目立つ外観にしてもいい気はしますね、うん、確かにですね、はい、うん、でまあ、正直ポイントをお伝えすると、はい、ホイールもちょびちょびっとこう、うん、はい、ガリ傷も少しありますので、はいはい、うん、まあ、リペアも、はい、リペア可能ですね、言っていただければできますし、はい、うん、はい、僕的には買いたいです。いや、僕的にも買いたいです、はい、ちょっとこうブレーキとこのスポークの隙間がもったいないから、ちょっとね、気になりますよね、はい、ここはね、もうちょっとこうキャリパーとスポーク近づけたいですよね、はいはい、ただ出面はやっぱりこのぐらいをキープしたいんで。そうですね、ちょっと社外ホイールいろいろご相談いただければ、はいはい、いろんなものをご提案できると思いますので、ぜひぜひご相談くださいませ。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より2017年式 E63S ご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。